上さん、お疲れ様です。お疲れ様です。今年最後でしたけど、どうでした？なんか死ぬほどシャンクスが出てくるとか、死ぬほどすごいのはまあなかったっすけど。そうですね、はい、物語の流れ上というところでしたけど、あの緑牛が最後世界めちゃくちゃだっていう、はい、あんな感じで終わりかなって僕も思ってました。はい、なんか自然な流れというかっていうところではあったっすけど、まあ明かされていったのは結構衝撃的だったというか。そうですね、まあグリーンブラッドですかね、やっぱり。グリーンブラッドってかっこいいですね。セラフィウムが同じ腕はみんなしてるよねっていうのはみんな言ってたんですけど、ね、腕はじゃなかったっていうことですね。なんか凹んでるのかよくわかんない描写だったんで、スケルトンみたいな感じですかね、あそこの部分だけ。それにしてもすごいですよね、血液を入れてるってことなんですけど、中身も液体じゃないですか。液体です。見たらね、どういうことだ、どういう風に動いてんのかよくわかんないですね、もうあれも。造形は身として作れるってことですよね。はい、パルミシア系は身じゃなくて血液で活用するみたいな感じか、はい、でロギア系は作れないっていうことね。はい、それが分かったのがすごいし、で、あとはインペルダウンに投獄されたセニョールピンクの血統因子を奪われて、そこからグリーンブラッドを生成してっていうことだとするならば、もうドクラミンゴのセラフィムっていうのも出てきそうですけど、そこには糸糸の実はありそうだし、もうすでに、はい、そうですよね、ホビホビも取られてる可能性高いんじゃねえかっていう話を今。確かに、ホビホビ取られてたら恐ろしい、恐ろしいですよ、もう。あんな幸せにならない、ね、もう嫌なんすよ、あの絶望的恐怖、あれもうあれ怖いんすよ俺。まあどこまでデカパンクが低下してたっていうのも分かんないですけど、知りたいですよね、セフに言われてこの悪魔の実は作ったっていうのを聞きたいですね。そうなんですよね、死ぬほど作ってたのか、それとも数えるほどしか作ってないのか、ね、お金とかがめちゃくちゃかかるらしいんで、量作ってるとは思えないんですけど。そうっすね、幻獣種とかもどうなのかっていう話ありますよね、うん、古代種とかカビドウを作ってるんで作れますもんね。古代種も幻獣種も作れんのか。作れますよね。いやーすごいな、ベガパンク、グリーンブラッドでクリスマスを感じますよね、はい。そうっすね、グリーンブラッドでクリスマス。え、感じますか、神木さん。今友達だから無理に感じますねって一瞬言っちゃったんですけど、よくよく考えたらあんま感じないなって思っちゃったんですけど、まあ一応クリスマスカラーの一つですからね、グリーンは。びっくりしたの、扉でしたね。あ、扉へ、あれどうなってんすか、誰なんすか、あれクイーン。あ、やっぱそうっすか。シーザーがあれだけ変わりようがあってるってことは、クイーン、シーザー、ベガパンク、ジャッジで、その後ろ姿がスティウシーっぽいっていう、ね、ああそうですよね、スティウシーっぽい。あ、そうか、だから俺シーザーとジャッジがベガパンクを思い出しているシーンで、あれを女性科学者だと俺思っちゃったんですけど、あれが若干当たっていったっていう。巨乳だったら、そうですね、めちゃめちゃ巨乳だったら実は当たってたみたいなありそうですけど、船に乗りそうですね、やっぱりベガパンクが。サンジがそのドムシューズを外せって言ってるのを書いてるのがまだちょっと引っかかりますけど。ああ、そうかそうか、まだ解放はされてないからどうなのかっていう、うん、なんか思ったよりエッグヘッドで戦いそうじゃないです。そうですね、確かにキザルも到着して、あの描き方ですよね、神木さんがおっしゃるのは。最後のルッチと書くとなんかドンドンっていうあの感じ、あの感じがあるから、確かにがっつり戦いそうな気配はめちゃめちゃプンプンしてます。なんかみたいな。ああ、そうっすね、反撃開始といこうかみたいな感じで、ルフィはシーザーを誘拐するとか、役割分担して、そうそう、キザルが、口調がキザルっぽくないっていう感じするじゃないですか。ああ、確かに気合入ってんすかね、キザルが。もちろんキザルなんで変わってるとか全然ないと思うんですけど、はい、どうなんでしょうね、どっちつかずの正義がもしかしたら変わってるのかもしれないですね。ああ、なるほど。完全に迷ってる感じ。ああ、迷ってる感じ。うん、ああ。どっちでもいいよみたいな感じではなくて。ああ、なるほど、なるほど。もう政府より。はい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 。なるほどな。今、パンクハザードに似てる的なこともありましたけど、なんかそれで言ったら、さっきも言ってたんですけど、パンクハザードで船に乗り始めたのが、まあ、桃之助とかじゃないですか。金右衛門とか桃之助とかで、小田先生ってもうあの時点で、桃之助が鬼ヶ島を救うとか、ワノ国の将軍に成人化してなるとかっていうのが多分定まってたと思うんですけど、ってことはベガパンクが今乗るってことは、なんかベガパンクにとんでもない役割があって、小田先生はそこに向かわせるために、船に乗せてるみたいなのも考えられると思うんで、今までの伏線考えると、ルルシア王国とエッグヘッドはなんかつながりがあるのかってルッチが言ってたり、あれウラヌスなんじゃないかっていうあの攻撃がとかもあるし、天候をコントロールするとかもあるんで、なんかウラヌス関連のとんでもない結末に向かうための乗船なんじゃないかっていう感じはね、私の中では予想しておりますが、どうなるのか。それっぽいですね、そんな感じしますよね。で、しかもなんかフランキーが終始目ハートになってたりいろいろしてて、ベガパンクが本当に船に乗るんだったら本当にパワーアップになりそうですよね。
フランキーにとってはサニー号とかのアダムで作って硬いとかっていうのももうなんかちっぽけな要素になってしまう。追記システムとかいろいろつきそうなの。そうなんだよな、なんか若干悲しくなりそうですよね、それ世界一の天才がどんどんパワーアップしてくれたら。なんか悲しさが、白いのルフィがドーンって言ってるじゃない、はい、あれどう思いますか。ルフィっぽくないっていうか、まあ白ってつけるのは分かるんですけど、はい、技名にそれをドーンと呼ぶのがどういうことなんですか。いやそうですね、さっきも初めて見てドーンって言ったらいわゆる夜明けとかロマンスドーンとか、まあドーン王国もそうだし、めちゃめちゃ重要なワードで、であとはそのニカがなんで白いのかみたいな、白い理由が夜明けに紐づくのかっていう、なんかその辺ですよね。はっきりとこうっていうのは分かんないですけど、ニカがなんで全身真っ白になるのかっていう、そこの理由に夜明けっていうのが関わってくるんじゃないかぐらいの感じですけど。確かにベッガパンクもなんかニカの姿見てなんと美しいみたいな感じ言ってたんで、その辺がまたベガパンクの口から明かされそうですよね。ああそうですね、美しいっていうのが全身真っ白だからこそ美しいも含まれてるってことですよね。熱いな、こっからエクエストがバトルでボッコボコしばき合いみたいにキザロも含めてなっていくのかとか、であとまあゾロとブルックだけが船に今残ってる状況だから、なんかもう早めにゾロ VS キザルとか見たいですけどね、もうなんか俺の中では。確かにそっち先って絶対なんかありそうですよね、その辺は。いやー熱い、メリークリスマスです。お忙しくないですか、大丈夫ですか。この時間のために毎回押さえておく。これがもう一週間の一番の楽しみ。どうでした野田さん的に1070は。難しいっすよね。まあ、僕もっとなんかアトラスがなんか役割あんのかなと思ったら普通にやられて上に運ばれてるんで。カビライはもうステューシーでいいような気はしますね、伏線的に考えても。闇金王の前回の扉絵がルフェルドがマッツを、はい、ですかあれ仕切ってたみたいな絵があって、はい、でなんか。ビッグマン編でなんかルフェルトが何年前やねみたいなこと言ってた描写があったんですよ、はい、なんかステューシーがプリンの結婚見て懐かしいわみたいなこと言って、はい、ルフェルトが何年前やねみたいな、ね、ああなるほどなるほど、だからまあ昔から知ってるんですよね多分ステューシーのこと。その上でマッツ仕切ってたんで、まあ確定っぽいですよね。まあ確定っぽい、後ろ姿が似てる。あそうですね、それもかなり強い根拠ですね、お茶会でのその会話、会話からすると。まあステューシーとルフェルトが古い中で、古い中でルフェルトがあのマッツを仕切ってたとなると、でステューシーがなんかあのエッグヘッドに対して懐かしさがあるっていう、はいはいはい、まあその辺3つぐらい合わせるともう確定でいいような気がしますね。確定でいいよ。逆に言うとじゃあ今ストゥーシーどういう立場っていうことですよね。はいはい、ストゥーシー今ベガパンクを逃がそうとしてんのか。うわ、ルッチがエッグヘッドとルルシア王国何か関係があって言って無駄な詮索はしないことねっていう釘刺しがあったじゃないですか、うん、あの辺もルッチがそのたどり着いてほしくない。あーでもまあそれでも敵っていう見方もできるか、うん、なんかその辺もヒントにはなってそうな感じはするな、どうだろう。でも仲悪いですよね全員ね、本当に仲悪いですかね、それとも根底は繋がってるけどみたいなあるんですかね。マッツが根底で仲いいってなってきた時に、はい、それこそベガパンクがマジで悪いやつっていう、あーなるほどなるほど、そうかそうかそうか、出てくるし、そこがマジで分かんないな。でスツーシーは何の研究してたのかにもよります、ね、あーそうっすね、結構素性を明かさない感じなんで CP0 だからな。でもあの若さにもなんか理由あるんですか、ね、理由がその辺考えの面白い、何も分かりません、何にもこうだけですね、ちょっともう何も分かんないですね。すんなりとアトラスが上に行ったりとか研究所に運ばれて、でボニーも目覚めたじゃないですか、はい、なんかそれもちょっと正直言うと、あ目覚めるんだとか、だからボニーがベガパンクの真相を知ってるからこれまで気絶させてたのかとか、アトラスが重要な役割から最初にやられたのかとか、はい、深読みしてたんですけど意外になんかその辺すんなり、細かい部分の予想がちょっと裏切られてる感じが、裏切られてはいますね、はい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 、あとはまあね、ハンコックが可愛いですね、ハンコックが幼女でも通用するいや小田先生あれ可愛く描きましたね、あそこの部分、あれどういう解釈なんだろう、あれは困ったのはどういう固まり方なんですかね。あれがちょっとどうかっていうガチ考察案件なんですね、あそこは。プラスだから展開予想っていうのがすごい難しくはなってますよね、エッグヘッドの混沌としてる感じ。ただ今回なんか一段落あって、はい、もう逃がさねえぞ麦わら、こっちにはこんな戦力があるんだって最終ページでドーンってなって、キザルもドーンって出てきて敵対する感じが、神木さんもさっきおっしゃってましたけど、なんか思った以上に激戦になりそうな感じがしますよね。キザルとね、
ぱゾロといえばキザルとレイリーの一件があるんで。ありますね。まあ、でもここでキザル出すってことは、はい、どう思います？俺キザルワンチャンここで終わんのかな。あーなるほど。もう一回出す必要あります？ここで出しといて。いや確かにそうだ。キザルの出しどころとしてここに使ってきたってことは、しかもメガパンクもあるし、はい、戦闘丸の仲の良さもあるし、はい、なんかキザルってここだっていうシーンだと思うんですよね、今ベガパンクって、ね、だとしたらなんかこの後まだベガパンク戦が終わった後も一つ出てるっていう感じが見えないんですよね。なるほど、キザルに関するなんか全部が回収できそうっていうことですよね、何もかも。ちょうどそのルフィとゾロの強化されたっていう絵がキザルを倒すことによって、そのシャボンディ諸島の一件もあるし、はい、キザルを倒すことによって成長した感はものすごい出ますよね。ここはキザル倒すんじゃねえかなっていうのがちょっとメタ目線ですけど、はいはいはい、ワンピースっていうのも昔からそうですけど、七部会っていうのが元からドンっていて、それがこう書き換わっていく。で、四皇っていうのも昔ドンっていて、今も書き換わったっていうことで言うと、大将に関しても、2年のところで杯が上に上がったことで書き換わりがあって、青木地が抜けてっていうのがあったんですけど、キザルだけはそのまま大将なんで、世代交代的なことがあっても、そこにもいいような気もしますしね。あと、ミホークの子供がいるじゃないですか。はい。あれとゾロが戦ったらどうなるんだっていう。うわー、見て、見たい。そう考えたときに、ちょっと、まあ、わかんないけど、ミホークの剣が黒装じゃないんですよ。こちらに来ても真っ黒じゃないんですよ、ね。はい。そう考えると、なんか子供のミホーク、ゾロ倒すのかなとか、ちょっと残酷っちゃ残酷です。残酷っちゃ残酷だけど、いや、ミホークを超えたことにはもちろんなんないんでしょうけど、あの、子供のミホークが倒せる。はいはいはい。追いつき強になってるみたいな。強、うん、描写もあんのかな。描写もありそう。でもそれで言ったら、キザルがここで落ちて、海軍大将新しく誰かが入るとか、そう考えていくと、シャンクスも、それで言ったら世代交代になりな、だからシャンクス死亡説も、そっからも補強できそうな感じが、必ず全部がこう変わるみたいな話にもなんのかなとか。これ、ベガパンクは仲間になるんですか、結局。この前の、みんな大外ししたね、ヤマト仲間になんなかったのがあるから、はいはいはい、はい。みんな、ちゃんと仲間になっては言い切れないくなってはいるんですよ。10人目ということではなく、船に乗る、だから、桃之助が乗船したみたいな流れで、乗船するっていう可能性は。そうなんですよね、そう。ベガパンクが仲間になるって、ちょっとベガパンク、ちょっと無理やらの一面のいろんな人間の役割取っちゃってる気がするんですよ。そうですね、全部取っちゃってますよね、ほとんど。ね、医学もあるし、歴史もあるし、はい、科学もあるってことは、ちょっと取りすぎだろうっていう。そうですね、フランキー、ちょっロビンとかがマジでそれの上位互換みたいな感じですもんね。ちょっとベガパンクが優秀すぎてこのまま生かしとくのかなっていうのもちょっとよぎってるんですよね。全部の答えをもう持ってるやつが、はい、船に乗ったらね、ワンちゃんあのパンクレコードが壊されんじゃねえかなっていうのはちょっと思ってるんですよね。パンクレコード壊されればベガパンクも一からまた知ることになるじゃないですか、はい、ってことは一緒に乗船できると思うんです。ああ、そういうことですね。 今の状態で乗船すると知りすぎてると思うんですよね。知りすぎてますね。空白の100年とかの歴史を知っている人が仲間にいるっていうのがルフィとしては相性悪いかなと思って。相性悪いし、読者としてもなんかワクワクが薄れるというか。だとしたらやっぱパンクレコードのあの脳みそが全部壊されてしまって、また一からペガパンクも一緒に歴史知るんだったら、まあ挑戦の理由があるのかなっていう。なる、まあ、あとはわしはもうすぐ死ぬっていうのが何を意味しているかもあるんで、だからそこがまあでも脳を壊されることをもう予知してるのかとか、そういうこう見方もできるのかもしれないしっていうところか。ちょっとたまりませんねこれはね。いやこれは面白すぎる。悪魔の実もありましたね。あの、ロギアは作れなくて、ゾーン系は作れて、パラミシアももう作れるというか、グリーンブラッドっていうのもありましたけど。グリーンブラッドもね、緑色の血ってやっぱちょっと宇宙人の感じも。確かにそうだな、ね、ナメ。月の関係もあんのかなって。月の関係か、ナメック星人的な雰囲気ってですね。ナメック星人的なね。ドーンもあるし。はいはい。いや、ドーンもだから、どうですかね、白い語ドーンって読ませるっていうことは。じゃあもう、ゴーンとはミカの関係性があったってことですね。ああ、そうですね。あとそっからの白炎病もあるし。白炎病もあるし。ちょっともう。ちょっとコウが、コウだけが進みますね。コウだけが、さすがに、コウはかどらない。ちょっとボッチー先生の札であとはもう。わかりました、わかりました。ちょっとコウがはかどるな、確かに。今週の1070話で言ったら、まあ、白いをドーンって読ませたそのわけ、みたいなところと、グリーンブラッド、
まあ今野田さんが地球の生命体とは違うみたいな、また宇宙つながりというかね、最強の人類みたいな言い方もあったしな。最強の人類って言い方がなんかこう引っかかるよね。最強の生命体とか最強の兵器だとかならまだわかんないけどね、歴史上最強の人類、まあまあそこだよな。であと悪魔の実の可能性みたいなのも考えていくのも楽しいのかな。殺というかね、想像になりますけど、ベガパンクが今の今まで何をこう作ってきたのかとか、技術者と資金とその辺が必要みたいなところもあったんですけど、今現在までにどの程度の人工悪魔の実を作ってるのかっていう、それもこう想像していくのも楽しいかもしれない。あとはベガパンク10人目ではさすがにないと思うんですけど、でまあベガパンクが入ることによって、フランキーもチョッパーもロビンも、もしくはまあロビンは古代文字読めるからあれですけど、他の人のこう仕事を奪ってしまうぐらいチートキャラなんで、ベガパンクがでそのバランスを小田先生がどういう風に取るのか。野田さんのさっきのご意見で言うんだったら、エッグヘッドっていうのが破壊されて、もうベガパンクっていうのは頭空っぽになった一人の人間っていう、エッグヘッドのあの卵のところに蓄積されているのはデータを記憶している部分だから、記憶がなくなっても天才であることには変わりないんで、全てのことは忘れちゃった、記憶喪失になってしまったベガパンクが10人目に入るだったら、まだバランスは取れるのかなみたいな。だからバランスを小田先生が取りに来るのか、それともチートキャラのまま違う役割を持たせるのかっていうところだと思うんですけど、まあでも私の肌感覚的にはやっぱりここまでの知識と技術とも確立した、長年苦戦が張り続けられたベガパンクっていうキャラクターの知識が一旦リセットされて麦わらの一味に入りますっていうよりは、やっぱりこのチートキャラのまま何らかの役割を持ってて、それこそ世界のためにとか、まあ敵か味方かはまず置いといたとしても、なんか遂行しようとするんだけど死んでしまうというね、なんかそんなキャラクターのような気がするよね。まあベジータが死んだ時は涙を流しながらサイヤ人の手でフリーザを倒してくれみたいな感じで悟空に引き継いで終わりましたけど、いわゆるオハラの意思を全部こうね、汲み取って継いで研究していくこうキャラクターっていう、でこれが志半ばで死んじゃう、でこの意思っていうのは、まあワンピースはまあ全部そうですからね、受け継がれる意思っていうのが D の意思だけに限らずに、ヒルルクの意思はチョッパーに受け継がれとかね、エースの意思はサボに受け継がれとか、ジョイボーイの意思はルフィに受け継がれっていう、もういろんなもう何パターンもね、おでんの意思は桃之助に受け継がれとかある中で、ベガパンクの意思っていうのが誰に受け継がれるのかみたいなね、なんかそんな方向になりそうな感じはする。いや野田さんの指摘も根拠というよりは、キザルここで終わんじゃねっていう、でそれも結構私的にはかなり納得できるパターンだった。キザルがここで終わる根拠を探すかだからねただもう終わりでいいでしょうというかね、キザルがなんで戦闘丸におじきって言われてるんだみたいな謎とかがあったりして、いわゆる三大将の中では一番目立ってないというか、それこそどっちつかずどっちでもいいよみたいなキャラクターというかね、赤犬は元帥になってエースを殺した張本人みたいな、めちゃめちゃ強い設定を持ってる。で青生地っていうのも黒ひげ海賊団に加担して今何考えてるのか扉絵では描かれましたけど、どんな目的で最終的に何を目指すのかっていうのが分からないキャラクターとしてめちゃめちゃ強い確固たる地位を二人とも持ってるんですけど、キザルっていうのだけがマジでどっちでもいいというかね、一応大将にとどまってるけど結果どうなるか、何を目指してるのか、目的も何もあんま分かんないみたいなね、どっちつかずの正義ですけど、ここでだからキザルが落ちるっていうのは、で大将誰か違うやつがなるみたいなね、パターンとか最終的な世代交代行われるみたいな。まあもうそれで言ったらどんどん綺麗にはなってくるんですけどね、七部会はもう撤廃されてなくなったんで、三大将っていうのもこの赤犬青生地キザルから藤虎緑牛そして誰かに変わって、四皇っていうのも白ひげシャンクスカイドウビッグマムっていう旧四皇が、今現在はシャンクス黒ひげバギールフィっていうところなんで、シャンクスだけが元四皇のままみたいな、これが誰かに変わるとか、黒ひげにそれこそ落とされるとか、そういう方向で進むとかね、いうこともあり得るのかな。キザル、まあ再起不能とかそういうことなのかな、力のなさを痛感して最高戦力とされる大将の荷はもう重いから退くっていう、キザルがそういう判断をするのか、あるいは致命的なダメージをここで受けるのか。でもルフィとかゾロとかがキザルに致命的なダメージ与える感じはしないんだよね、なんかボッコボコにして倒すとかあるんだけど、まず殺しはしないし、そうするとまあキザル誰かに裏切られてやられるとか、そういう話になるのかな、やられると固定するなら誰にやられるの。まあでも力のなさ痛感して自ら退くっていうのはこの状況で考えるとね、一番考えられるかな。ゾロが完璧に勝つ、まあ言ってもキザル強いからね、キザルが負けることを想像できないっていうコメントもありますけど、で映画でもよく出てくるんだよねキザルね、でずーっと強いんだよね
もうここ10年キザルずっと強いんだよな。ピカピカ最強、キザルはベンベックマンに負けて、まあこれもね野田さんの感覚的な話というところもある。キザルが終わることが確定してるわけではもちろんございませんけども、いやでも十分にあるなと思いますよね、ここでの最後の世代交代はね。